はい、どうも、うなぎです。やばいです。本当に、やばいです。タイトル見たらわかると思うんだけど、新しいギアが追加されました。その名も、メイン性能アップ。はい。で、今回のこのメイン性能アップが、どんくらいやばいかというと、ちょっと説明します。今まで、使ってきた武器、あるじゃないですか。まあ、強い武器とか結構あるじゃん。スプラッシューターとか。強かったじゃないですか。で、ただでさえ強い武器にも、このメイン性能がついたら、もうどうしようもないというか、とりあえずやばい。もう言葉が出てこないくらいやばい。本当にやばい。で、この今回のメイン性能アップが、今までサブ性能とかスペシャル性能っていうギアが、まあ、各自あったんですけど、あれも、まあ、スペシャルによって性能が違ったり、サブによって性能が違うので、今回のメイン性能も武器によって性能が違います。で、現時点で分かってる性能を少し説明していきたいと思います。まず、スプラシューターにつけた場合、ジャンプして射撃した時の弾のブレがなくなる。これはね、シューター系使ってる人は分かると思うんだけど、ジャンプした時にレティクルっていう真ん中に白い弾みたいなのあるじゃないですか。あれが広がるんだけど、ジャンプした時にそれが減る。プロモデラーみたいな感じになる。今のね。そんな感じになるみたいです。逆にプロモデラーは、一回ね、アップデで塗り性能が弱くなっちゃったんだけど、このメイン性能をつけることによって塗り性能が上がって、多分アップデ前の状態でめっちゃ塗れると思う。金モデラーとかね、イカスミはすごい早く溜まると思うよ。はい、どんどんいきます。次、ローラー。ローラーは、与えるダメージが大きくなります。ローラーってね、ちょっとミスると50ダメージ引いちゃったり、各1いけるだろうって思ってる時も、まあ、少しのダメージが足りなくて、1角で倒せないことがあるんですけども、このメイン性能つけることによって、それがなくなるという、結構いいギア。いい調整されてる。で、次、バレル。バレルは正直ね、まあ、微妙だと思うんだけど、射撃継続時間が長くなるから、積めば積むだけ、インクを出す量が増える。まあ、塗りが強くなるのかな。そんな感じですね。スパイガジェットは傘が復活するまでの時間が短くなるから、傘壊したところですぐ傘が復活してしまうっていう、なかなか害悪なギアになってます。最後、パブロは塗りながら進む速度がわずかにアップする。これはまあ移動速度がね、上がる。パブロシューってやってる時に移動速度が上がるみたいです。やばくね。とりあえずやばくない？環境ガランと変わるよね。今ハイプレ強い強い言われてるけど、これからメインが強い時代が来るかもしれない。俺さ、メイン性能スプラトゥーン3で来ると思ってたんですよ。スプラトゥーン2がこんだけ売れてるから、まあもちろん任天堂さんもスプラ3出さないわけにはいかないじゃないですか。こんな売れるゲーム。だからスプラトゥーン3の制作は入ってると思うんだけど、メイン性能さすがにスプラ3からだと思ってたんだよね。まさか。まさかメイン性能ここで来るとは。しかもさ、12月5日に更新データ来るんですけど、俺、12月9日にスプラ更新あるんですよ。で、環境変わった瞬間に更新出なきゃいけないわけだから、やばくね。やばいしかいない。マジでやばい。また多分、こういう発表がね、あると思うから、分かり次第、同じような動画出していきたいと思います。